はじめに襟足から切っていきます。両サイドを切っていきます。大まかに切ったら両サイドの長さを調整します。前髪を切るときは切った髪が目に入らないように注意しましょう。トップを切っていきます。全体の毛量や長さを見てバランスを整えます。